影村です。森山乳業さんからストロベリーショコラオーレが出てましたので、すいません、映ってなかったですね。今日はこちらの動画ご一緒にご覧いただきたいと思います。森山乳業さんの、ストロベリーショコラオーレですかね。北海道、すいません、ピンボケ、北海道産生クリーム仕立て、果汁は 1% です。あんまり森山乳業って書いてないんですよね。書いてないですね。おー、見えにく。そういたしましたら、原材料名ご一緒にご覧いただきたいと思います。上の方からですかね。ああったあったあった。乳製品、砂糖、粉飴、植物油、いちご果汁、ココアパウダー、加糖、ホワイトチョコレート、デキストリン食塩安定剤、香料乳化剤です。エネルギーの方は1本あたり222キロカロリーですね。はい、こちらが、森山乳業さんのストロベリーショコラオーレの中身です。ほんのりピンク色している感じがするんですけれども、すごい、ふわっといいストロベリーの香りがしてまいります。それでは、お味の方チェックしてみたいと思います。あ、この味は好きかもしれません。すごい美味しいです。甘くてストロベリーの味がして、しっかりとした、ココア味なんですけれども、具体的に言ったら、自分で万宝店のココア買ってきて、牛乳で溶いてアイスにして、で、そうですね、明治さんか、どっかの美味しいストロベリーソフトクリームをボンって中に入れちゃう感じですかね。味的にはココアフロートのフロートのアイスが、ストロベリーアイスになっているみたいな感じです。めちゃうまいです。ぜひ飲んでみてください。美味しいです。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。